カタールワールドカップでドイプをして思いっきり楽しむ28歳です。選手が本当にこう松木さん伸び伸びプレーしてますね。ここでミスしたら嫌だなっていうチームと、はい、いやもうとにかく自分のいいところどんどん出そうというね、うん、そういうこう対照的ですよね。ここまでもっとリスキーなパスとかね、はい、そのプレーをねあんまり大事にしすぎないで、まあ、勝負するところは勝負していいと思うんだよね、はい、もう個々の積極性という部分はねやっぱり前半ちょっと欠けてましたよ。日本代表デビュー戦になります中島翔也。中島翔也はね、はい、自分で仕掛けられる選手ですからね、やはりこの試合僕も見てみたいっていう思ってましたから、はい、ただですねいつも降りてきて足元にボールをもらってしまうというのではダメで、やはり背後に行ってほしい。もう足元に降りてきてずっと下がってしまうと得点というのは難しいんですよね。選手、中島選手に、要求したいし、自分の能力をしっかり発揮してくれと言いたいですね。今ピッチの中に戻っています。ミサオから中島、ターンして前を向く。よし、いいパスが出た。小林優、いいボールが来た。本田、足元ミサオ、シュートを打っていって中島、日本が同点に追いつきました。やったやった。21歳のミサオから23歳の中島。自分で上がっていく中島。さあここが持ち味ですかね。前から狙っていく。いいボール、いいボール。ボールを奪いに行かないと。これこれこれ。取った。中島。中島。これを決められれば大きくワールドカップ出場に近づく、そう言ってもいいかもしれません。さあ中島、ゴールキーパーに弾かれます。弾かれた後久保選手ですか。久保に当たりました。ポリバレントでは彼は1年間なかったですね。同じポジション、そこのポジションが膨らむバランスの中で選出はしませんでした。Chima em boa posição para o golo, meio vai ele para a cara de Iker Casillas e que grande golo de Nakajima no estádio do Dragão. É o primeiro. O adversário, atenção, Nakajima está na área, o remate de Nakajima.E o golo da equipa do Portimonense, cá está, mais uma ocasião. Fabrício no cruzamento, remate e Xoia! Para o 2-0! Golo do Portimonense! E aí, na cesta! Gol!のベスト8の夢叶いませんでした。何が足りないんでしょうね。やっぱり
象通りで、もうミステリアスな、あまりこうみんなが何を考えてるのかあまり想像しづらいような性格の選手でしたね。わがままです。言うことはあんま聞かないですけど、まずはサッカーなので楽しむことが、まずはしっかり楽しんで見てる人たちと楽しいサッカーをしたいですね。楽しくないとやっぱりいいプレーはできないので、楽しんでもらって勝つ姿を見せたいなと思います。このあとやっぱりここは絶対開くから、小さいから弱いって言われるのは嫌だし、小さくても強くはなれる。例えばですね、中島選手は爆発的なスピード持ってますから1対1で抜けるんじゃないかな。ただ本当にですね、一人で何か打開できる違いを埋める選手っていうのを私はこれからも探していきます。中島バーサイド、小林が狙ってきました。いやー、今ブレダモだ。今そうですね、このゾーンちょっと遠いですけど得意ですからね。オリンピックでもね決めてましたからね。で呼んでいるが、ここは中島翔也を使う。仕掛ける仕掛ける、ニアに南野、ファーには小林がいる。中島翔也狙ってきた。飛び込まれるか。いや、狙いはすごい。ジョーさん、今のはシュートですか。いや、あれね、もう中に飛び込んできてほしかったんですよね。なるほど、小林選手というのは印象に残っているでしょうが、今日の中島、今のターン、中島から13番小林、小林からさあ来た、来た、どうか、どうだ、堂安律ゴール前にいます。中島残っている、中島左足を狙ってきた。すごい面白い、これは見ててね、すごいですね、この連携力は。いや、絡んできますよね、周りがね。この中島のターンからでした。やりたい方です。南野と小林、南野の前だ、南野、いやわずかにゴールの右でした、ね、中島がボールを持つと、息を飲むように静かになって、そしてそのプレー一つ一つにどよめきが起こるというような現象が起こってますね。得意な場所です。前を見ている、パスを選択した遠藤、遠藤から中央、南野、代表初ゴール、南野がその期待に応えました。今日の中島のプレーどう評価しますか。いや最高だったんじゃないですか。これだけ見逃してワクワクさせるっていうことはね、なかなかできないと思いますよ。本当に楽しみです、これから。もうこれはこの10番という背番号を、今自分のものにするというようなプレーを今日見せつけました。
大迫がうまい。距離感的にいいのはこのセンターバックの距離が意外に近い。これが離れてると移動中にプレッシャーに行けちゃうんです。GO のサインチームとしては、はい、うん、この距離が短いとプレッシャーに行けないんだよね。行ったってターンターンで返されて戻っちゃうから、ということを本人は言ってるんですよね、はい、だからそれが自然に出てくるようになってるならば、それが一番調子いい時ですよね。中島南野のパス交換、このあたりはリオオリンピックでもコンビを組んできました。そうですね、距離感もいいですしね、今タイミングもしっかり合ってましたからね。深いかもしれませんが、世界のトップは凄まじいものがあります。前を向いた、前を向いていく、シュート、日本先制、またも南野。いや南野、いや今中島、10番の中島からいいボールが入ってきましたよね。まあ翔也から、まあ、パスが来るタイミングとかあそこに欲しいということは、まあ、試合前から言ってたし、ボールを持ったら何かしてくれるんじゃないかっていう期待、だから彼のところが一つ攻撃のアクセントになる。中島、彼が相手に狙っていった、弾いてきた、大迫、日本が決めた、日本のエースにゴールが生まれました。そうしたところが、うまく前を向いた、そして今井が一斉に動き出した。お二人がいやーっとおっしゃったのは中島のターンですね。ブラボーだね、ブラボー、ブラボー。 FIFA ランク5位、ワールドカップベスト8のウルグアイを破りました日本です。最高、余韻冷めやらぬ、そんな状況です。これからの日本サッカーへの期待を大きく膨らむゲームでした。やっぱり10番をつけて選手が一番うまい、特に攻撃面で違いを見せつけなきゃいけない。技見せました。いや楽しんでますね、楽しんでますね、エンジョイを楽しみながら、何かそれが原点だとね、いう話をしてました。今ボールのそう、中島にパスが通る、ここでゴール前運んでクロスボール、中島がここはボールを残してかわしていく、うん、さあ前が空いた、中島、うん、ここはゴールキーパーがスーパーセーブです。エリア内切り返しに、ついにこじ開けました日本。決めたのは背番号8、でもそのためにはまだまだ自分がやらないといけないことっていうのもあるし、強い気持ち一心でプレーしてますし、ビッグスリーって言われるぐらい、本当に背がビッグだったらよかったんですけどね。ドアキープ、
強い、強いですね、強い。10番中島狙っていきました。どうしたか中島、あれ相手に狙っていった、弾いていった大阪ゴール。しないと意味がない大会だと思ってましたし、まあ、この悔しさはまたバネにしてやらないといけないなと思います。楽しいですよあのサッカーももちろんそうですし、で家族とゆっくり過ごせてるので本当に幸せに暮らしてます。ワールドカップ初戦で激闘を演じたコロンビアと早くも再戦が実現しました。コロンビア戦の前日まであのハメスのポジショニングに非常にこう全員でこう気を配ったところがありますので、まあ、今日も彼の流動的な動きに対して全員がどう対応していくか、このあとやっぱりここは絶対開くから、タブルの一つ注目でした。2人をかわしていく、そしてファウルがありました。ちょっとコロンビアもやばいジャンボネズがいるなと思ってますよ、ね、ずっと下がってしまうと得点というのは難しくなりますよね。この後やっぱりここは絶対開くから、
仕掛けていく、入ってきた、狙った、決めました。もうノリに乗ってません。中島前を向けてきた、中島シュートー、ポストの右。そしてワントップには先ほど素晴らしいポストプレーを見せた鈴木武蔵、今日は裏に抜けていく。やっぱりここは絶対開くから、鈴木武蔵へというボール、鈴木堂安から南野落として中島縦に送る、堂安にボールが出た、堂安のシュート、ここはキーパーが触ります。ここも素晴らしい連動を見せます。中島長友動いている、うん、前こじ上げてシュート、また中島翔也右足狙っていきましたが、柴崎がスルスルと右サイド上がってきました。この柴崎使うか、柴崎からブロヤ使わずに一度中央中田堂安へ、佐々木が待っています、中央に鈴木武蔵
差し、そして南野もスルッと動いていますが、シュートを打ってきた、キーパー正面。ハメスが今右サイドに入ってきたでしょうか。こう右の方に人寄せてね、やはりサパタとファルカオの2トップ、中島がどんどん引っ張られて守備にずっとね下がるようになっちゃうと、今度は前線のドリブルが、なるほど、ケイロス監督まさに中島の裏のスペース何度も指さしてますね。やはりそうですか。ありません、出てきましたね。そしてパラシオスがフリーになっている、クロスが上がった、その前決まった、ハンドハンドです。ファルカオのヘディングが手に当たって入っていきました。その前まだある、庄司が走り出してシュート打ってきた、ちょっとハンドが、あっと PK、 これは PK の判定。あららら、宮野英雄、池東選手、触ったが決められた。これで代表通算33ゴール目ファルカオ、この日本でまたしてもゴール、1対0。呼ばれましたか、日本代表10番をつけている香川、呼ばれた瞬間この日産スタジアムも大いに湧き上がっています。日本のサッカーの歴史の中でもトップクラスの選手だと思います。やっぱお互いのアシストゴールっていう形でチームを勝たせることができれば、どこにボールを振ってもファンタジスタがいます。やっぱり10番をつけて選手が一番うまい違いを見せつけなきゃいけない。ハメスを本気にさせている8番の中島翔也、
中島選手は爆発的なスピードを持ってますから1対1で抜けるんじゃないか、何かしてくれるんじゃないかっていう期待。中央に結局来ますから、さあ中島が来た、シュート、キーパー触った、クロスバーです、これはカドスバー、キーパー触ったのも見えましたけどね、まあ、森保監督もいますか、どこにボールを振ってもファンタジスタがいます、おめでとうございます。18歳で試合に出てる人はたくさんいると思うんで、もう若くないと思いますし、11歳から3年間スペイン・バルセロナの下部組織で育った久保建英、幼少期から注目されていた逸材がいよいよこのフル代表 A 代表のピッチです。スペースで避けてそこで前を向くっていうのが自分の一つの特徴だったりとか、まあ、いろんな判断ができるっていうのが自分の特徴だと思ってるんで、その中抜いてきた、久保建英シュート打った、なんで南米選手権ではしっかりゴール取りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。が走った時に何回中島が使ってくれたのかなってことをちょっと思い返すと、なかったような気もします。自分の後ろにパス出してねっていう、そういう動作が出てきたりとか、周りがフリーにいて、
自分で トライするのって結構勇気がいるんですよ実は、はい、でもああいうところをまあ崩すことによってチャンスが作り出せるっていう風に、良くない時っていうのはあそこで横パスとかバックパスとかもうちょっとパス繋いだりするんですよ。ただアタック3分の1ラストゴール前に入った時にはね、ああやって思い切った勝負のことをした方が絶対いいんですよ。相手が2人になるともうなんか余計燃えるって感じのね、はい、アウトサイドうまく使ってきましたね。お願いしましょうや。 Kojima was very energetic and that's trickery from him. He goes down inside the areaとにかくギラギラしてて両親がないんで、まあ、自分の原点を思い出しますし、サポートがあるニアに岡崎が来る、この回こぼれ球、三好一気に得点、素晴らしい、勝ち越しに成功です日本。今足りなかったものってのは何ですかね。まあ、全ての面でやっぱり成長しなければいけないですし、まあ、これっていうの一つではないとは思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。Cruzamento e o gol! Marca! Nakajima marca o Futebol Clube do Porto!
のチームというか強いチームをとにかく呼んでくださいって。南米の強豪、非常に守備の強いチームですね。そうですね、ちょっと今、はい、こういうディフェンスの堅い相手に対して今中島が真ん中にいますけど、はい、ポジションを変えながら相手 そのマークを外していく、はい、そして南野、さあ大阪を前に南野、こちらいったシュート打った中島がいつも本当だったら左サイドにいる選手が早めに中に入りましたよね、こういうことがすごく重要で、これが今彼がポルトという世界的に有名なクラブで、まあ、求められてですから、はい、それを理解して中島考えてますよね、いいですね。さあまた中島、ロドリゴ・ロハスがメッシをしっかりとマンツーマンで抑え込んでいました。9番のサムディオ、23番のアルミロン、10番のゴンサレス、フォワードワントップはイタリアジェノアで活躍するサラブリアです。さあ、いい形、さあどうスルーして、大阪のシュート、ここは体を張った日本、最後トミヤスのクリアです。わ強いな、中島から南野、取れないね、中島ぶつけた南野、そしてまた来た大阪、来た、どうシュート、
ません。ただ次から次へと湧き出るような日本の攻撃。天際のところ負けないですね。そうですね、大事ですよ。今鹿島スタジアムの鹿島サッカースタジアムのサポーター一斉に場内立ち上がりましたね。橋本、中島、周りを見てワンタッチ。さあ、長友使った。中には大迫、ファーサイド南野がいる。で、最後大迫、長友から大迫、ロシアワールドカップで活躍したコンビから先制点が生まれました。
10点目。これまでのワールドカップ予選の記録を大きく更新する歴史的な大勝になりました。まあ、相手の差がちょっとありすぎるので何とも言えないですけど、まあ、全てうまくいってるかというと全然そうじゃないと思うし、さあ原口1対1の状況が生まれている、中に入ってくる、シュートは打てない、ちょっと原口自分でシュート打ちたい感じが強いですよね、はい、年齢を重ねるとねバックパスが多くなるんですよ取られないようにっていう、距離感的にいいのはこのセンターバックの距離が意外に近い、この距離が短いとプレッシャーにいけないんだよね、行ったってターンターンで返されて戻っちゃうから、これが離れてると移動中にプレッシャーにいけちゃうんです、GO のサイン、チームとしては、はい、もう近いところにボールをつけて、おっとひっくり返った、飛び出すわ、飛ばさぬきで決まってしまった、ワールドカップでデビューして思いっきり楽しみ、一回だけじゃなく31歳でも全然チャンスあると思うので、まあ、そこも出たいですね、はい、僕だけじゃなく日本人みんなが素晴らしくこう成長していると思うので叶えれたら最高ですし、ベスト4までいければ2回っていうこのメンタルが最高なんだろうなって思いますね。白フクロウ、一時期日本にいた時フクロウを本気で買おうか迷ってた時があって、ワールドカップも出たらいいですけど、まあこっちでちょっと書いたんで、
最近の若い選手とか見た時に俺の印象はね、はい、うまいけれども似てる、はい、シンジって言ったらこういうプレースタイル で、はい、でそういうのがちょっと確かにみんな、まあ、似てるっちゃ似てる。だからそれなんか日本のサッカーの個性があるみたいな選手がちょっと減ってきたかなっていう。最近の選手って似てる選手多くないですか。この選手がこういうプレーをどんどんさせるっていうよりは、いやこういう戦術だからこういうふうにプレーしようってなるとみんな一緒になっちゃうよな。うまい選手はもうみんなうまいと思う。でも欲しいなっていう選手いない。わかる。うまいと思うけどこの選手欲しいっていうのはいない。まあ、なかなか頂点の、まあ、大迫までボールが入らないじゃないですか。サポートがなんかみんな均等な距離にいるんですよね。でもっと思い切って寄る選手、はい、そういうのが出てくると相手もバランス崩れるんだけど、あまりにも均等にポジションを取りうまく取りすぎてるというかね、はい、3年前ぐらいはそのポジションがあるとか戦術の話ばっかりだったと、はい、ところが今年久しぶりに開かれたら、もっとプレーをしなきゃいけないと、ポジショナルとか主体性がなくなってきてると、ヨーロッパのサッカーに。そう、多くの指導者の方が言うのは、何かこうやれっていうと、こうやれしかできなくなることが多いっていうのを、やっぱいろんな指導者から聞くんですよ。その言われた通りだけやってると、多分この流れに入れないっていうものを、やっぱ2回見たんですよ。学校で先生の言うことを聞かない。学校で先生の言うことを聞く人がピッチ上で芸術的な発想でプレーはできないです、うん、そのコントローラーに置かれるようではプレーもコントロール下にある範囲内でしか、まあ、プレーできない。そこのサプライズやクリエイティビティは生まれない。どこにボールを振ってもファンタジスタがいます。やっぱ見てる人たちがまた来たいって思うようなプレーしないと、やってる人は楽しくなかったら見てる人は絶対楽しくない、うん、楽しくないとやっぱりいいプレーはできないんで、